単身赴任の田中を仕掛け人のマネージャーと遠藤が強引にタクシーに乗せる。そしてさらに追い打ちをかける。何それ。これ台本で毛利元就の桂元之助がやって。誰なの。よしんやんさんよ。セリフで、これ桂かかる。何であんの。でき、ね、ひんてヘイクとか、はい、できひんてマジで。こうしてタクシーは走り出した。あとはスタントに移るきっかけだけである。いよいよスタントに入るきっかけをつかむためドライバーが誘導尋問を開始。はい、できれば、はい、誘導尋問成功。あとは急ぐだけ。この後ココリコ田中生まれて初の号泣。をつかむためドライバーが誘導尋問を開始。はい、できれば、はい、進みます。誘導尋問成功。あとは急ぐだけ。何しですか。いや、こっちの方が30分早いですよ。こっち行かないと、こっちの方がいいですよ。一応、安全ベッド。炎症じゃないですか。すいません、何しちゃってるんですか。全然安全のためにね。大丈夫、大丈夫。何してんの。座っていいですよ。お前、誰やねん。どうかな。そっちか、お前。いや、本当です、本当です。おかしいやん、こんなん。え、前見ろや。え、前見ろや。ま、工事してるやん。工事。前見ろや、ちゃんと。危ないよ、ほら。いや、
出さへんよ。まあ、あんやろ。